武田玄洋は、日本のゲームプロデューサー。任天堂特別顧問、元代表取締役技術フェロー。1971年、静岡大学工学部電気工学科卒業後、山陽電機に入社。1972年、任天堂に入社。岩田聡新社長の体制発足と同時に2002年5月31日に、代表取締役専務に就任した。 長年、任天堂のハードウェア部門トップを務めていたが、権限異常などによる後継者育成のため、君島達基新社長就任などの人事に合わせ、2015年9月16日付で、総合開発本部長を退任して、技術フェローに就任。後任のハードウェア部門トップは、塩田協技術開発本部長。 人気満了に伴う本人の申し出により2017年6月29日の株主総会をもって取締役を退任し、その後は特別顧問に就任した。1975年にアーケードメダルゲームエバーレースを開発。任天堂社内では横井軍平よりも早くゲームデザインに携わったクリエイターで、名実ともに任天堂最初のゲームデザイナーとなった人物である。 レーザークレー、アーケードゲーム等を開発したほか、ファミコン、スーパーファミコンの時代には、カセット内に埋め込む、特殊チップや、カートリッジに電池による、セーブデータのバックアップシステムを組み込む、バッテリーバックアップシステムの開発を担当。タケタの開発したファミコン用ロムカセット等に使う、特殊チップ MMC の導入によって、ゼルダの伝説、メトロイド、更新はパルテナの鏡等、 より複雑かつ精密なゲームをこなす能力が備わった。任天堂64、64DDE、n i n t e n d ー g a Wii、Wii U、任天堂スウィッチの開発責任者を担当しているなど、任天堂のハードウェア制作の中核を担う人物の一人だが、アーケード版のパンチアウト、などソフトウェアの開発も行っていた。n i n 64では、宮本茂と共に、 3D スティックも開発。Wii では宮本茂らとともに Wii リモコンセンサーバーも開発。Wii チャンネルの毎日新しいというコンセプトを提示。Wii リモコン開発当初はスペース、コストの問題があり、搭載できなかったジャイロセンサーを接続する Wii モーションプラスの開発の提言を行った。Wii U、ー i n t e n d o s w でも 開発責任者を担当しているが、本体、コントローラー等の使用決定は、Wii U は、江口勝也、任天堂スイッチは、高橋信也、小泉勘明が担当している。また、Wii, Wii U、Nintendo s w の使用決定には、岩田聡志が深く関わっている。二千十八年二月二十二日、インテラクティブ芸術科学アカデミーは、主催する、第二十一回、DI。 CE アワードで、武田に生涯功労賞を送った。臨時報告書。任天堂。2015年7月15日閲覧。任天堂、南極攻略へ、板で岩田社長急成で、司令塔を失う。日本経済新聞2015年7月14日。任天堂、キャラクターを積極的に活用。君島新社長一問。 一党日本経済新聞2015年9月15日第15面代表取締役の移動及び役員の移植、鑑賞、担当変更に関するお知らせ任天堂2 0 1 5 9 1 4人事任天堂日本経済新聞2015年9月15日6 4 w i i スイッチ開発任天堂、武田取締役が退任京都新聞 2017年4月27日、社長が聞く、パンチアウト、社長が聞く、WeMotion Plus ーー、WeSports Resort。ありがとうございます。